高島北海、ムーゼイでール、エコールでナンシー、ナンシー高島北海昭和6年1月10日は、明治大正期の日本画家、本名は、徳さんなお三女に、映画女優の高島愛子がいる、父親の手ほどきもあり、幼少の頃から絵を描くことが好きであったが、あと、徳山出身の大場学部選に本格的に学ぶ、明治新政府の議官としての反省の上に、 植物学の深い造形を基礎とし、難画に、写生の技法を加えた精神な山岳風景画を描いた。1990年代以降には、近代アカデミズム成立以前の先駆的な地形学者、地質学者、地理学者としての再評価が進んでいる、長州阿武軍出身、萩藩の藩囲の子として生まれ、学んだ、明林館では、9歳で下坊していた後の陸軍大将。 の木マレスケとの交友もあった。長寺では、明治新政府の公務省に入省し、明治5年から4年間、兵庫県、陸野銀山の鉱山学校に赴任、フランス人技師長のジャン・フランソワ・コアニエラを雇い、フランス人よりフランス語と地質学、植物学などを学ぶ、明治7年、地質図としては、日本初の山口県地質図説、山口県地質文色図を表す。 内務省地理局、農商務省三林局に勤務を経て、明治17年政府の命により、バンコク森林博覧会参加要員として都営、ヨーロッパ各地の森林視察の後、翌年フランスに行き、ナンシー推理林業学校に3年間在学、専門の植物知識学を研鑽する。卒業したナンシーの学校には、高島の写った卒業写真とともに、彼が描いた植物の細密画や、 写生画が保存され、南シー派美術館には彼のレリーフが飾られる。また、1886年のフランス東部美術展に日本画を出品、現地の高い評価を受け、その絶賛は日本にも報道された。パリ装飾美術館長の依頼で、リモージュ美術館に作品を寄贈し、1887年にはフランス政府より教育功労賞を授与され、 100年の後になって1987年、日本で開催された、ナンシー派、アール・ヌーボー展では、日本とナンシーを結んだ人物との主張メッセージが、寄せられた。高島は、柿枝派の美霊、すなわち、植物の魔女を映し出すことに卓絶し、創造画家と、自然画家とを兼ねる者は、日本人より他にあらざるがごとし、思考して、これを実行しうる者は、 日本人にして森林語る高島市実にその日となり明治21年同行を終了帰国するその後10年余り専門の林野行政に携わりながら公務の合間に山岳を写生し自習にて山水画の研究を進め日本美術協会展に出品明治28年連邦公業が銀杯を受賞する47歳で公職を辞して 郷里の調布に陰性するが、明治35年52歳で、再び上京、画号を、北海として、中央画壇での活動を本格的に始める。明治36年には、ロッキー山脈社生、翌年は、セントルイス万国博覧会のために渡米。明治39年には中国を旅行し、山水画の本場を取材する。また前後して、画論、内山溶血、画集。 北海山水百種を観光、第40回日本美術協会展にて、秋館赤月生で二等賞銀杯、東京官業博覧会に水木山水で一等賞杯を受賞など、精力的な活動を行いながら、明治40年の文典解説では、旧派の聖派同士会の結成に幹事として参加、翌年の第2回文典から大正6年まで審査員を務め、その間、 食堂七皿関神経、小壁摩店、朝鮮混合王さん四代などの大作を出品する。大正12年、関東大震災を機に調布に戻り、図画教師の傍ら、画業を続けながら、長戸教など、山口県の名勝地の開発や紹介に努めた。昭和5年、東京、品川の子息のもとに身を寄せ、昭和6年没、去年80、ありがとうございます。